代表お待たせいたしました。本日はお忙しい中、株式会社デジタルホールディングス2024年12月、第一四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日の予定でございますが、はじめに代表取締役社長、グループ CEO のうちより、グループのありましょ2024年取り組みの進捗状況について、次にグループ CFO 加藤より、第1四半期決算説明、 決算概要についてご説明させていただき最後に改めて代用取締役社長グループ CEO のうちより2024年の業績予想進捗についてご説明させていただきますすべてのご説明終了後に質疑応答の時間をご用意しております質問はウェビナーの QA よりテキストにて随時受け付けておりますプレゼンテーション中いつでも送信可能です また、匿名投稿も可能でございますので、ご質問等ございましたらご投稿ください。それでは説明会を開始させていただきます。大地さん、よろしくお願いします。はい、えー。改めまして、えー、CEO の農地でございます。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。えー、では、2024年 Q1 の決算の、えー、概要についてご説明させていただきます。冒頭、私の方からお、えー、話をしますので。 はいまず歩みとこれからというところで、今までお話をさせていただいたところのお皿になりますけども、私たちの目指すべきパーパス、こちら、毎回お出ししておりますので、ご覧いただきたいと思います。こちらも会社の価値観を示す5ビーツというものになりますので、こちらの説明も割愛いたします。 えー、今年ですね、2024年から、えーまあ、従来からずっとです、ね、成長志向企業の売上利益に直結する独自の仕組みの提供ということで、まあ、創業来、えー、変わらぬ、まあ、スタイルでやってきておりますけれども、えー、2024年の一番右側ですね、今回はです、ね、大きくあのグループアセットの集約と、集結というのをあの実行させていただきましたので、まあ、その進捗具合について、えー、私の方からご説明をいたします。 えと長期的にはですね、広告、デジタルシフト、産業変革である AX、その先にその他産業に関わる IX というのを目指すと,いうところも変わっておりません。では24年、第1クォーターですね、どのような取り組みをしてきたかというところをお話しさせていただきます。前回ですね、3つのフォーカスで増収増益フェーズへ向かいますということをお話しさせていただきました。 具体的には1、2、3というところで、えーまあ、グループアセットを集約しますというのは大きなイベントでございました。えー、こちら右側の進捗状況。まずグループ統合は完了いたしました。えー、24年の4月1日付で完了しております。えー、広告と DX の統合提案が本格的に指導をしております。えー、こちらの事業効果が出てくるのが、えー、第2クォーター以降と。 ということになろうかと思いますけども、えー、組織体制に関しては、えー、統合が完了いたしました。二つ目、えー、シナジーの低い低シナジー事業の整理というところも、えー、お出ししておりましたが、こちらも同様に事業整理が完了いたしました。えー、ノウハウの、まあ、蓄積したノウハウをですね、今、グループ内で連携を強化しております。さまざ、あ、まな事業を経験してきたメンバーが、広告 ×DX のチームに 集結をしておりますので、まあ、この辺りが今後、連携強化につながっていくということになります。3つ目、AX の成長加速というところで、私たち AX、今のところはです、ね、バンカブル社がいったんになっておりますけれども、引き続き、まずは取引者数を拡大しようというフェーズに入っておりますので、その拡大について再注力をしているところでございます。ですので、当初掲げたこの3つのプランについては、 計画通りり進んでおりますこの右下に少しですね、えーまあ、新しくなった統合された大きなオプトですね申請オプトのコーポレートサイトもリニューアルしておりますのでもしお時間あるときにご覧いただければと思います、えー、3つそれぞれご説明させていただきますけれどもこちらについてはあの前回と同様になりますあのオプトとバンカブルとそして投資事業である BIG およびオプトアメリカと いうまあ存続しした4つの会社で今グループをえー動かしております、えー、シナジーに関してもまあ高いもの、低いものというのをマッピングして右側ですね、まずえ X に関してはフォーカスしていきますというところで先ほどのお話でありましたと、えー、2つ目の,あのストアーズ X については24年の,えこの4月にですねオプトにえ完全吸収いたしましたのでえこちらはまあオプトと。 いう組一方で、丸、え、三、ー、番、丸、え、四、ー、番に関しては、事業譲渡および撤退というのをそれぞれ実行しております、えー。こちらも前回同様ですけれども、改めまして、つ、え、な、ーえー、がる薬局に関しては、11月の時点で、昨年これ、昨年ですね、11月の時点、23年の11月の時点で、えー、事業の譲渡が完了しております。 同じく、えー、っと、まあ、静脈に関してはですね、23年の12月に事業撤退が完了しております。すみません、丸三番、丸四番に関しては23年の、えー、表記ミスでございます。はい。えー、っと、3つ目ですね、<laughs> AX の成長加速ということで、こちらもビジネスモデルと強みというのを、まあ、従来の通りご説明をさせていただいております。こちら、あのご説明割愛します。 現状ですね、私たちの見ているあの潜在的なポテンシャルマーケットのサイズですね、えー、というのをこう試算しておりますが、現在、アドエール、ストックエールを中心としたエールシリーズでですね、た、ま、い、あ、現状の35倍ぐらいの市場があるというふうに見立てております。昨年末時点で GMV が191億円というところまで到達しておりますが、それでもなお、まだまだ大きなマーケットが残っていると。 ということですすのでで、まあ、が大ききいいいいい市場だだととう,うにご理解たたな思まは、この事業をどうやってその大きな白地に対してどうやって成長していくのかという、まあ、成長戦略でございますが、まあ、今、顧客数を増やしていますというのを冒頭でお話ししましたがまず顧客数を増やしていきますとで顧客数が増えていくと取引者数が増えるとデータがどんどんどん,どん溜まっていきますと。 加速度的にデータが溜まっていきますので、このデータを生かして、審査モデル、予診モデルをさらなるアップデートしていくという、このプラスのスパイラルを回していくというのが一つですね。それから、AL シリーズもすでに3つのプロダクトとしてローンチしておりますけれども、次々とその AL シリーズの商品を増やしていく、科目を増やしていくと、それからサービスを提供する業態を増やしていくと。 いうことで、まあ、縦と横の掛け算を、この面積を広げていくというところで、成長していこうと考えております。はい、ここからは Q1 の業績になりますので、C4 の加藤にバトンタッチをいたします。はい、それでは私の方から、Q1 の業績の概要についてご説明をさせていただきます。まずこちらが Q1 の連結業績でございますが、 2024年 q 案の収益に関しましては、前年比プラス27.1%ということで、42億6300万、売上総利益に関しましても、前年比28.9%、29億6500万、営業利益に関しましては、昨年、q 案は赤字でございましたが、黒字転換いたしまして、5億2400万。 えー、イビトリエに関しましても、同様、昨年赤字でございましたが、えー、黒字転換しまして13億5400万と、えー。結果的に当期純利益、こちらも黒字転換いたしまして 7, 7億400万ということで、えー、大幅な数字の量化で着地しております。あのちょうどあの詳細触れますけれども、おー多くはですね、あのー、先日も発表しておりますけれども、 投資事業が非常に好調に推移したことによって、ですね大幅に昨年対比で数字が増えていると、量化しているという着地になっております。一方で ROE でございますけれども、LTM ベースでございましたので、23年度 Q1 に関しましては、グループ会社等々の売却がですね入っておりました。その結果、ですねそこから比べると、24年 Q1 の ROE に関しましては、マイナスと。 いう着地になっておりますけれども、えー、まあフリーキャッシュフロー以下ですね、えー、数字含めてですね軒並みに量化しているという Q1、うん、でございました。えー、それでは Q1 のですね事業別、セグメント別のご説明になります。えー、今クォーターから2024年の第1クォーターからセグメントの変更をしております。えー、従前、えー あった広告事業がマーケティング事業ということで名称を変えまして以前あのデジタルシフト事業にあった DX と一部 IX がこのマーケティング事業の中に入ってきておりますまたデジタルシフト事業の中にありましたバンカブル AX ですね事業がファイナンシャルサービス事業ということで切り出されて一セグメント化しております 金融投資事業に関しましては、名称変更のみということで、この3セグメントで今期からです、ね、ご説明をさせていただければと思います。それではマーケティング事業ということで、従前からの広告支援、マーケティング支援、並びに DX 開発ということで構成をされております。 なおで,ですね、このページ以降、あの、2023年の Q1 から、あの、このセグメントに基づいてですね、あの、訴求をしてですね、あの、数字を変えておりますので、アップルとアップルで、あの、比較していただければというふうに思います。それではマーケティング事業でございます。 こちらに関しましては、昨年の大型受注並びに、ですねこちらも昨年末からご説明しておりますけれども、特定の大型顧客の予算縮小の影響によって、ですね売上高、収益、売上総利益に関しましては、前年比のマイナスという着地になっております。 収益に関しましては、マイナス5%の31億2200万、売上総利益に関しましては、マイナス1%の22億5400万という着地でございます。一方で,です、ね、先ほど説明があったとおり、事業整理に関しましては、完了しておりますので、結果的に販管費の抑制につながり、営業利益ベースではです、ね、前年比で28.3%の大幅な増益ということで、着地6億9300万。 ABITDA に関しましても同様で17.8%のプラスで7億3500万という着地になっております。こちらが売上高の推移並びにですね、売上高の中をです、ね、広告支援と DX 開発に分けたときの推移になっております。 ご覧いただくと分かる通り、従来型の広告支援に関しては、売上ベースではで9.1%のマイナスでございましたが、DX 開発に関しましては、プラス3.5%ということで、好調に推移したという交代になっております。 なおあの、昨年まで DX 開発と申し上げていたところからです、ね、一部、えー、ソリューションの入りくりがありましたので、あのちょっと DX 開発の定義に関しましては若干アップデートをさせていただいておりますけれども、お中身に関してはこのような推移になっております。えー、続いてこちらは営業利益、えー、並びに営業利益率、そしてその内訳とおうよ推移になっております。えーお 好きなトレンドに関しましては、今申し上げた通り、えー、とおり、広告支援のところはですね、前年比で、あのー、少しマイナスとなっておりますけれども、DX 開発のところが営業利益ベースで見ましてもですね、大幅なプラス。でさらには先ほど申し上げた IX、えー、その他 IX といった、あのー、撤退した等々の事業がですね、えー、投資がなくなっておりますので、その分あの営業利益が大幅に、えー、量化しているということでございます。 続いてファイナンシャルサービス事業、こちらはですね、えー、アドエールを中心とした、えー、BNPL のバイナルペイデータ、えー、分割後払いの事業になっております。えー、こちらはですね、えー、収益、売上総利益ともにですね前年比大幅なプラスとなっておりまして、収益に関しましてはプラス67.2%の1億3300万、売上総利益に関しましてもプラス75.8%の1億1200万と。 ということで着手しております一方で,です、ね、上のコメントにはありますとおり、えー、社内ルールにのっとり、貸し倒れ引き当金を一部計上しております。結果的にです、ね、販管費が大幅に増えまして、営業利益に関しましての赤字幅が増えているという着地になっております。 こちらが KPI になっておりますが、先ほど申し上げたとおり車です、ね、社数に関しましては、引き続き順調に推移しておりまして17、171社ということでございます。また g m v に関しましては、前年比でプラス28.2%、全コーター比でも微増ということで、56億800万という着地になっております。こちらは以前からお伝えしているとおり、引き続きです、ね、取引者数の拡大と。 いうこととにに注力ししててて事業運営いいいきたいという,ふうに考えておりますえこちらがえファイナンシャルサービス事業のク,クォーターごとの推移になっておりますえ。売上高、売上総利益ともにえ順調に右肩で成長を続けております。え一方で営業利益ですねえ、こちらに関しましても、今クォーターですね、えー、ルールに、えー、乗っ取って一部計上した結果ですね、 全交代費で赤字幅が増えてしまっているという状況でございます。続いてインベストメント事業になります。こちらはです、ね、あの冒頭申し上げたとおり、非常に好調に推移しておりまして、収益で10億を超えてくる着地になっております。営業利益ベースでいいましても5億5900万。 また営業外の計上もございましたので、AB と DA に関しましては13億1200万ということで、いずれもですね前年比例大幅なプラスということで、引き続きですねあのグループの成長資金を確保してきているという状況でございます。コン、えー、クォーターに関しましては、IPO 実績、あの特にございませんでしたが、あ引き続きですね、 えー、安定的に、えー、連結の利益に貢献をしている、まあ、あのセグメントになっているかなというふうに思っております。えー、私からは以上になりまして、最後のうちに、ねえー、通期の業績予想の進捗についてあのご説明をさせていただければと思います、はいえー、ここからまた私の方からご説明を差し上げます。 24年の通期のののの連結業績の予想の進捗状況でございます24年の3月28日に実際には公表済みでございますが当初出しておりましたガイダンスに対して情報修正をさせていただいております修正後の連結業績予想というのが一番左になります 当初出していたものとの増減が真ん中に書かれております。収益で161億円と、営業利益で11億4000万と、ビットーで23億6000万というような数字を発表させていただいております。 では、あの第1クォーター、えー、終わりまして、えー、これらの,あの情報修正後の、えー、予想数に対しての、えー、進捗状況でございます。えーまあ、4分の1があの終了したということなので、おおむね25%というのが、えー、ターゲットの進捗というふうになりますけれども、えー、今ですね、インベストメント事業のあ、まあ、好調というのを何度かお伝えしておりますけれども、まあ、これによって、えーと、利益項目ですね、 がかなりりハイペースで進捗をしております一方でマーケティング事業及びファイナンシャルサービス事業については当初の計画通り想定の範囲で進んでいるということですのでインベストメント事業はです、ね、進捗がスピードとしては早いものの例年そうなんですけどもなかなかやはりプラスもありますが一方でマイナスのブレというのも この先、想定しうるものでございますので、まだ合理的にですね、数字を確定できる状況ではありませんので、現時点においては進捗ペースは早いものの、さらなる修正というのを相手てしていないということをご理解いただきたいなと思っています。まあ、ただグラフ見ていただいたとおり、非常にハイペースで進んでいるということだけはお伝えをしておきます。 えー、当初ですね、新しい体制に構造変革をしていくときに、まあ、継続的な黒字をやっていきますという話を私の方からさせていただきました。まあ、それはどのようにやっていくのかというのがここに書かれておりますけれども、まずグループアセットを集約していきますと、まあ、集約することによって、広告 ×DX というまあ総合的なあの提案力がつきますので、まあ、競争力が上がりますと。まあ、さらにに、えー、アセットを集約することによって まあコストを抑制、まあ、コスト効率が上がっていくというところで、まあ、フリーキャッシュフローの増加が見込めますと。まあ、これは第1クォーター終わったところで、えーとまあ、これからあの実際に効果が出てくるところでありますけれども、えー、コスト抑制のところは、えーまあ、ダイレクトにヒットしてきたかなというふうに思っております。A、X の成長加速に関しては、まあ、将来的なあの収益力確保を狙っていて、まあ、GMV を拡大していきますと。 GMV を拡大する手前で、今、アカウント数、顧客数を拡大しているところでございますが、これによって収益化をしていき、将来的には PR の向上につなげていきますと。ですので、グループアセットの集約かけることの AX の成長加速というのが、私たちデジタルホールディングスの企業価値向上につながっていくというところでございますので、これはこの方針はブラスさずに進めてまいりたいなというふうに思っております。 はい説明はこちらで以上になりますどうもありがとうございますはいありがとうございますそれでは質疑応答に入ります質問はウェビナーの QA 機能よりテキストにて受け付けております QA よりご送信くださいまた匿名投稿も可能でございますのでこの機会にご質問等ございましたらご投稿ください 改めて、もしご質問ございましたら、旧 a 機能よりご少しうご阻止ください。えっ、ー、と、この後もしなければ、これ、こちらで終了させていただきますので、もしある方は投稿ください。はい、ご質問いただきありがとうございます。 いただいた質問を読み上げさせていただきます。広告事業の見通しについて教えてください。前年の大型案件の出落から回復増収はいつ頃かと見ていらっしゃいますでしょうか。また、4月以降の広告市場の見通しについて教えてください。というご質問を頂戴いたしました。こちらにつきまして CFO 加藤より回答させていただきます。はい、えー、ご質問ありがとうございます。 えー、既存顧客、まあ、既存特定顧客のまあ予算抑制でございますあの、他社にリプレイスをまずされたということではなくてです、ね、お客様の広告予算がまあ抑制されている、縮小されているという状況でございますが、えー、その特定顧客のお客さんに関しましては、あのまあ、現状ですね、えー、その予算があの拡大に向いていくという話は聞いてはないです。 えと一方でですね、今、足元、あのー、先ほど申し上げた広告 ×DX の統合提案というものは、えー、年明け以降加速しておりまして、えー、新規受注が、まあ、昨年をです、ねえー、大幅に上回るペースで、 あの進んできております、えー、こちらの新規受注がいってどん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 積み上がっていきますと新規の売上高がそこに、えー、とプラスオンされていきますので、まあ、そういった数字がですねあの9つ以降ですねしっかりとあの積み上がってくるんではないかなというふうに思っています。 で広告事業の,あの見通しに関しましては、えー、業界あのによって若干、ですね、まあ、業界もしかしたらあのお客様によって、ですね、えー、広告予算のばらつきというのが一ってみられるかなというふうに思っておりますが、えー、そこまであの、まあ、経済状況を見てもです、ね、高、え、校、ー、の棋士さんの予算を全体に関してみても、ですね、えー、そこまで、こうあ 見通しが暗い悪いということではないかなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。えー、では追加のご質問がないようですのでこれにて質疑応答及び説明会を終了させていただきます。あとご質問と失礼いたしました。ご質問いただきましたので。 読み上げさせていただきますファイナンシャルサービス事業の競争環境と新しいプロダクトへの手を組など補足説明をお願いします。とのことです。こちら、C4 加藤より回答させていただきます。はい、ありがとうございます、えー。ファイナンシャルサービス事業の競争環境に関しましては、 あの当然今、今、金利の上昇局面だというふうには理解しておりますが、いわゆるそのサービスとしての競合に関しては、えー、まあ新規の参入が非常に相次いでいるとか、えー、競合があの大幅にこう値引きをしてやってきているとか、まあ、そういったようなあの競合との環境での大きな変化というのはないかなというふうに思っています。 えー、一方で今、足元ですね、えー、新しいプロダクトを先ほどあの成長戦略のところであの説明あった通りあり、粛々とあの準備をしております。あのー、もうまもなくですね、対外的にもリリースしていけるかなというふうに思ってますので、まあ、その手応えというところで言いますと、まあ、このアドエールストッ o c k に続いて、えーまあ、新しいプロダクトが、あのー しっかりとリリースしていけばですね、えー、さらにあの車数であったりとか、まあ、GMV の拡大というのはあのペースが、あのー、上がってくるんではないかなというふうな手応えは今、足元では感じております。はい、ありがとうございます。えー、と続きまして、次の質問いきます。先日の情報修正については、投資事業の透明なパイプラインは織り込まれ,織り込まれて、 だという理解でいいのか、さらなる上振れの可能性はあるのか、可能な範囲で教えてくださいとのご質問です。それ、はい、につきましても CAO す。え寄と先ほど少しのうちからもありました通り、えー、これはですねあの上も下もあののあ毎年毎年で大変恐縮ではございますけれども、えーまあ、パイプラインは一定あの見込んでいたものはあの実現はしてきているもののですね、 えまだまだあの上も下もあのプラティティがあると言いますか、ま流動的な状態であるかなというふうにも思っておりますので、あのいずれの可能性もあのあるかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。次の質問いきます。広告支援の昨年大型受注や特定顧客予算縮小の影響額を改めてご教示いただけますか。 今日除いた成長率がどの程度なのかを伺いたいです、はい、あの大型の顧客の、まあ、特定大型顧客の予算抑制があの仮になかった場合は先ほど申し上げた通り、えー、新規受注が非常に好調ですので、えーまあ、若干のクラスになっております、えー、この傾向はあの先ほど申し上げた通りあの4月以降新規受注がさらに積み上がっていくとですね あのそういったよく広告大型のお広告主の予算抑制をです、ね、あの上回る可能性もあるかなというふうに思ってますので、まあ、引き続きあの新規受注に注力して、あの広告 ×DX の統合提案を加速させていきたいというふうに思っており,ます、はい、ありがとうございます。 それでは追加のご質問がないようですのでこれにて質疑応答及び説明会を終了させていただきます終了後何かお問い合わせ等ございましたら IR までお問い合わせいただければと思います本日はお忙しい中弊社決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございました